今日は将棋界のニュースを紹介するよ。今日のニュースはこちらだよ。渡辺名人、踏ん切りがつかなかったけど、決断した。将棋の第81期名人戦7番勝負、第3局が、13、14日、大阪府高槻市の、高槻城公園芸術文化劇場、で、行われ、渡辺明名人が、挑戦者の藤井聡太竜王に勝ち、今シリーズ1勝目を挙げました。シリーズ対戦成績は、渡辺名人の1勝2敗となりました。4連覇を狙う渡辺名人が、反撃の1勝を挙げました。対局中の終盤で、渡辺名人は、77手目3三角を指す場面で、93分の大長考とされていました。それについて渡辺名人は、ちょっと踏ん切りがつかなかったです。なかなか行く決断ができなかったですね。とのことでした。さらに、ここまで結果が出てなかったので、とりあえず良かったです。と、安堵のコメントをされていました。藤井聡太竜王の終盤力の恐ろしさは、誰よりも知っている渡辺名人。引き立て役になりたくない。4年前のイベントではこう話されていました。今回の勝利で流れを変えることができるか、注目ですね。対する藤井竜王は、対局後のコメントで、攻めに行く将棋を選んだんですけど、攻めが細い形にしてしまいました。どういう指し方がいいか、考えてもわかりませんでした。とのことでした。第4局は、21、22日、福岡県飯塚市の、麻生大浦荘で、藤井聡太竜王の先手番で行われます。次回は角換わりの将棋となるでしょうか？藤井聡太竜王は、現在通算成績、323勝65敗で、勝率 0.832 と、とてつもない勝率で駆け抜けていっています。谷川浩司17世名人が持つ、21歳2ヶ月の名人獲得、最年少記録40年ぶりの更新、と、羽生善治九段以来となる、史上2人目の七冠、に、王手となるでしょうか？そして現在は、名人戦と同時進行する形で、菅井竜也八段との叡王戦5番勝負、が、行われていて、さらに、佐々木大地七段との棋聖戦5番勝負、も、始まります。ハードスケジュールの中、お体に気をつけていってほしいですね。やったー、鍋おめでとう。鍋やったな。グラフのくぼみが、まるで鍋のようじゃないか。鍋。踏ん切りがつかなかった。正直だな、わら。それ、言わない方がいいだろ。やっぱり疑心暗鬼になっていたのか。勇気を示した。さすが鍋だわ。それでは今回の記事に対する世間の声を紹介していくよ。世間の声はこちらだよ。三三角打ちの際の長考は、藤井六冠が、名人、にすら一手を躊躇させる、大きな存在になった。ということを物語っている。やはり名人は高い壁でないと、また勝負が面白くなってきました。第2局後のツイートを見て、大丈夫か？と心配していましたが、一つ勝って、少しは自信を取り戻せたでしょうか。優勢ではあるが、相手は藤井竜王であり、絶対に間違えない。あらゆる変化を読み切る覚悟を感じました。疑心暗鬼にならず、優勢を維持して押し切れたのは、名人にとって大きいと思う。鍋が得意とする、細い攻めをつなぐ戦い方ができてた。藤井の影に惑わされず、もともとの自分のスタイルに結びつけたのが、これまでの敗戦とは違ったね。これで第5局も、次急ぐ、まで回ってくる。名人の貫禄を見せたな。これで勝負がわからなくなった。名人が一つ返して面白くなったね。来週が楽しみ。両者お疲れ様でした。これで今回の動画は終わりだよ。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくね。